小野孝之さん。日本共産党の小野孝之です。通告に基づきまして質問します。はじめに京都水道グランドデザインの改定に向けた中間案について質問します。厚生労働省の新水道ビジョンに基づき平成30年11月に京都水道グランドデザインが策定され、京都府を広域連携の推進役として位置づけられました。加えまして平成31年1月には総務省厚生労働省から都道府県に対し水道広域化推進プライの令和4年度末までの策定が要請されました。現在このプランの策定を中心に京都水道グランドデザインの改定に向けた中間案が示され協議されています。はじめに水道広域化推進プランとはどのような内容のプランなのか、その骨子をお伺いします。森口建設部長。水道広域化推進プランにつきましては、水道法の改正に伴いまして、水道の基盤強化を図ることを目的に、国の要請により、都道府県が主体となって策定をするものということであります。その内容は、経営統合や施設の共同設置、事務の広域的処理等、多様な広域化について、広域化の推進方針や、これに基づく当面の具体的な取り組みなどを定めたものということであります。京都府におかれましては、平成30年に策定をされました、京都水道グランドデザインにこの内容を盛り込むこととして、今回、改定作業を行っているところでございます。小野孝之さん。はい、今もありましたように、今後のまあ広域化にかかる推進方針をまあ決定していく、それもこのプランの策定する一つになっているということです。次に、令和4年8月24日に、京都府水道事業広域的連携等推進協議会の第2回幹事会が開催され、京都水道グランドデザイン改定の素案が示されました。その中で、浄水場等の統廃合パターンとして、国分溝尻浄水場および国分排水地を廃止し、与謝野町の男山浄水場排水地に集約する、統廃合可能年度は令和3年度、また、伊根町の浅妻浄水場と都筑川南浄水場を廃止し、養老干潟に浄水場に集約する、統廃合可能年度は浅妻浄水場については令和18年度、都筑川南浄水場については令和25年度との記載がされています。ところが、令和4年10月26日に開催された上記協議会の第3回幹事会で、京都水道グランドデザイン改定の中間案が示されましたが、その記載はありません。削除された理由は何でしょうか。お伺いします。森口建設部長。浄水場の統廃合パターンの削除理由についてでございます。第2回幹事会で示されたシミュレーションについては、あくまでも広域化効果を検証するため、京都府において、検討対象施設を機械的に選定をされたものでありますが、これをグランドデザインに記載することにより、すでに決定したものと誤解される恐れがあるため、本編への記載が見送られたものであります。小野孝之さん。はい、具体の浄水場名が記載されたこの統廃合案が一方的に公表されたことについて、与謝野町は府が勝手に公表したもので、このようなことは全く考えていない、伊根町は素案では概略検討で削減効果を検証する一例であり、事業の実施が予定されるものではなく、統廃合が進められているものではない、しかし、具体の名称等が記載されており、誤解を招く恐れもあることから、そぐわないよう、府民、住民に十分伝えるよう、強く申し入れをした。福知山市は、素案に示された統廃合案は府が独自で試算したものだ、市として具体的な統廃合の計画はない、市民に誤解を与える表現をしないよう求めているなど、田島市では自治体としての見解を表明し、京都府に対し抗議するとともに必要な意見を述べられております。宮津市はこの件について京都府に対してどのような対応をされたのか、お伺いします。森内建設部長。今申し上げましたように、あくまでも広域化効果を検証するために、京都府において検討対象施設を機械的に選定をされたというものでございます。本市においては、あらゆる選択肢を検討していくべしという考え方でございます。小野孝之さん。先ほども申し上げましたように、具体 の, その、
廃止あるいは集約する浄水場名が、素案として示されている中で、やっぱり宮津市として京都府に対してやっぱりものを言うべきことは言う必要があるというふうに思いますので、そこはまあ今後よろしくお願いしたいと思います。で、今申し上げましたようにですね、中間案には具体の浄水場の統廃合案が記載されておりません。将来的にも浄水場の統廃合は協議されることはないのでしょうか、お伺いします。森口建設部長。本編への記載そのものは見送られたということでございますが、統廃合の検討案が除外されたと、こういうものではないということであります。小野孝之さん。はい、浄水場の統廃合については今後検討していくという、まあ、そういうことです。で、この素案に示された与謝野町および伊根町の浄水場との関わりで、宮津市の浄水場を廃止した場合、あるいは宮津市の浄水場へ集約した場合、宮津市にとってどのようなメリット、デメリットがあるのか、与謝野町、伊根町、それぞれについてお伺いをします。森口建設部長。本市に限らず、給水人口の減少でありましたり、老朽化施設の更新等、水道事業を取り巻く環境は非常に厳しい局面を設けていると、こういう状況であります。こうした中で安全でおいしい水をいつまでもお届けしていくためには、効率的な事業運営は必要不可欠であるというふうに考えております。小野孝之さん。はい、まあ、総論としてまあ答弁いただいたというふうに思いますけれども、まあ、メリット、デメリットの分をですね、これをまあもうちょっと詳細に答弁していただき、いただいてもらう必要がある、というふうに思いますので、また後日、これはよろしくお願いをしたいと思います。で、こうした統廃合についてはですね、地元住民の同意が大前提になるという、そういう認識はお持ちでしょうか、お伺いします。また、計画の確定までに、地元住民への十分な説明と、同意の可否を問う必要な対応を行う用意はあるのか、お伺いをします。森口総務部長。将来にわたって地域の水道を守るという共通の目的のもとで、広域化も含めたあらゆる選択肢について、京都府と市町村が一丸となって検討を進めていく必要があるというふうに考えております。小野孝之さん。11浄水場などの水道施設の遠隔監視、操作等を行うための実施設計業務、委託経費が令和4年度、今年度ですね、当初予算に計上され、可決をされました。この11浄水場の中に、国分溝尻浄水場が入っていますか、お伺いします。森口建設部長。IoT を活用した水道施設の整備というところで、今申し上げ、申されました国分溝尻浄水場の計画もございます。小野孝之さん。その遠隔監視、操作システム整備の対象としている浄水場を、廃止も含めた協議の対象にするべきではないというふうに考えますけれども、見解をお伺いします。森内建設部長。今申されました国分溝尻浄水場につきましては、その計画には位置づけておるということでございますけれども、その整備年度は令和12年度以降ということにしております。こうしたことから、それまでの間に広域化も含めたあらゆる選択肢について検討してまいりたいと、このように考えております。小野孝之さん。令和12年度以降にこの遠隔監視操作システムの整備をしていく、けどもそれまでに、廃止ということもありうるという、ちょっとなんか、ちょっと変な答弁だと思うんですけど、ちょっともうちょっと分かりやすくお願いします。森口建設部長。我々定めております水道ビジョン、これにおいてその遠隔監視システムというものを導入していきましょうと、そして各浄水場と連携をしていきましょうと、こういうシステムを作っていくということにいたしております。で、各浄水場ごとにその IoT を活用した
遠隔システムを導入をしていくわけでございますけれども、今議員がおっしゃった国分でありましたり味噌汁というところはまだ不透明な状況でもございます。あらゆる選択肢も考えていかんなんということでございます。そうした中で今の IoT を入れるのか、あるいは違う選択肢を選択をするのか、まあ、こういったことについて検討してまいりたいというふうに思っております。で、先ほど申し上げましたように、今申された国分味噌汁浄水場については令和12年度以降ということで、この宮津ビジョン、水道ビジョンに掲げておりますので、それまでの間、猶予期間ございます。その間にあらゆる選択肢を研究してまいりたいと、こう申し上げております。小野孝之さん。はい、今のその質問との関わりといいますか、答弁との関わりですね、今の部長が答弁されました宮津水道事業ビジョン、これには国分排水池については、令和10年度に用地測量、設計業務委託を行って、令和11年度に新設工事を行うということになっております。こうした計画がある中で、国分排水池を廃止する協議はまあするべきではないというふうに考えますが、今の答弁との関わりもあるかも分かりませんけど、ちょっと見解をお願いしたいと思います。森口建設部長。ただいま申し上げたとおりということにございますけれども、一定の期間がございます、令和12年度以降ということでございますので、その期間であらゆる方向性を見極めてまいりたいと、このように思っております。小野孝之さん。この浄水場排水池といいますのは、これ、地域の財産ということですので、まあ、しっかりですね、私は維持管理をしてですね、今後とも存続されるべきだというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。次に、中間案の中で、北部圏域の今後の取り組み、およびスケジュールの取り組み内容として、宮津市と与謝野町で緊急時連絡管の整備などの緊急時相互応援給水のあり方について調査研究を進めるとあります。緊急時連絡管の整備などの緊急時相互応援給水とは、どのような事態を想定して、どのような整備を行うのかお伺いします。森口建設部長。緊急時連絡管の整備などの緊急時相互応援給水についてのご質問であります。これは隣接をいたします与謝野町の水道施設と宮津市の水道施設を接続する緊急時連絡管、これを整備することによりまして、災害等により排水管が破損するなど大規模な断水というものが起こった場合における水の提供あるいは受け入れについて調査研究をしていこうというものであります。小野孝之さん。まあ、調査研究をしていくということですけれども、仮にこの国分味噌汁浄水場を廃止した場合に、こうしたその緊急時連絡管の整備をしても、緊急時相互応援給水はできなくなるのではないかというふうにまあ懸念をしますけれども、そのあたりのお考えをお願いします。森口建設部長。統廃合の遺憾にかかわらずです、緊急時連絡管は災害時に非常に有効であるというふうに思っております。今後、研究してまいりたいと考えております。小野孝之さん。私がお尋ねしたのは、この国分味噌汁浄水場を廃止した場合に、なんぼその与謝野町と宮津市 の水道管を結合しても、緊急時 の総合応援給水というのが、それが本当にできるのかどうかということをお尋ねしたんですけども。森口建設部長。統廃合した場合にということだというふうに思いますが、まあ、技術的にということであれば今後研究してまいりたいというふうに思っております。小野孝之さん。はい、次に、同じ京都水道グランドデザイン改定中間の中で、現在窓口業務、料金事務にかかる窓口対応、滞納整理、開閉線、検診、収納、調停は、府北部、七島町がそれぞれ行っておりますが、それを共同で民間委託して一箇所にする、センター化する、その場合の各市町の委託費の推計と、七島町がそれぞれ単独で委託した場合の委託費の推計と比較する表が掲載されています。この表では宮津市の場合は共同で民間委託する、
センター化した方が単独で委託するよりも年間237万3000円の委託費の削減効果が生まれるとの推計になっています。現在宮津市が民間委託を行っている業務すべてをセンターで行うとした場合の推計かお伺いします。またその場合単独での委託との比較で、どういった経費が削減されることになるのか考え方をお伺いします。森口建設部長。議員おっしゃった通り、宮津市が民間委託している業務すべてをセンターで行うとした場合の推計値ということであります。これは奈良市町共同で民間委託することで生じるスケールメリットによりまして、トータルで経費削減ができるというものであります。小野孝之さん。今の徴収業務等をですね、民間委託をしているわけですけれども、検診業務を合わせてしているわけですね。でその検診業務をですね、このセンターの方で、集約して、この業務をやるということになってくるんですかね。そこから、まあ、あのセンターがどこに設置されるか分かりませんけれども、そこからも例えば宮津市と離れたとこ、市町で、そのセンターが置かれた場合に、そこからわざわざ宮津市に来てですね、そういう業務をやるということになるんでしょうか。まあ、ちょっと、そういうことはならないんじゃないかというふうに思うんですけれども、その点いかがですか。森口建設部長。現在のところはまだ研究段階ということでございますけれども、いずれにいたしましても広域化も含めたあらゆる選択肢について京都府と市町村が一丸となってこの検討を進めていく、これが大変重要だというふうに考えております。小野孝之さん。で今も少し申し上げましたですけれども、このセンターが宮津市以外の自治体に設置された場合に、市民にとってはセンターが遠方となってですね、市民負担が増大することになり、センター化については慎重な対応が必要だというふうに考えますが、考え方をお伺いしたいと思います。森口建設部長。ただいま申し上げた通りということになります。広域化も含めたあらゆる選択肢について京都府と市町村が一丸となって検討をしてまいりたいと思っております。小野孝之さん。はい、次に同じ中間案の中で今後の取り組みおよびスケジュールの取り組み内容として、窓口業務、施設等管理業務や電力の共同発注の範囲、始末の拡大、その他水質検査や財務会計、料金システムの共同化と幅広い広域連携について協議を進めるとし、具体的な事業としてできるところから窓口業務、水質検査業務等の共同発注を進める、できるところから財務会計、料金徴収システムの共同化を進めると記載されています。一方、令和3年6月議会での私の一般質問において、宮津市と舞鶴市の現行の民間委託の周期は2023年度になっています。まだ54業務もの多くの業務を一共同企業体に包括委託している福知山市の委託の周期も2023年度になっています。2024年度からは宮津市も他の市町と連携し、福知山市が民間委託している業務にまで対象を広げることを視野に入れ、民間委託をしていこうという、そういうことでしょうか、お伺いしますとの質疑に対し、いずれにしましても、五市二町で連携会議というものを設けておりますので、あらゆる可能性を探りながら、共同運用、連携しての共同発注、そういったことが可能であって、そしてそれがメリットがあることが、あることであれば取り入れていくと、こういったものでありますとの答弁がされました。また今年の9月議会の決算委員会総括質疑において、令和6年度をターゲットイヤーとして、業務の効率化を図ることを目的に、田島町とのさらなる連携に向けた調整を進めていくところであるとの答弁がされました。現在、宮津市では窓口業務、徴収業務、検診業務などを民間委託しています。2024年度、令和6年度から、どの市町と連携し、どういった業務を新たに民間委託しようとしているのか、田島町との具体の調整内容をお伺いします。森口建設部長。
本市においては現在舞鶴市と共同で窓口業務、徴収業務、研修業務などの民間委託を行っているところでありまして、大きな効果を生み出しているというふうに思っております。令和6年度以降については現在の業務内容をベースに引き続き舞鶴市と連携をしていくことはもとより田島市とのさらなる連携とあらゆる選択肢について検討してまいりたいと思っております。小野隆之さん、あの具体のですね、検討内容の協議ということはされてますか。お伺いします。森口建設部長。具体というよりもあらゆることについて検討しているということであります。小野隆之さん、はい、次に同じ中間案の中で水道広域化推進プランを策定する場合に今後の広域化にかかる推進方針を記載することになっています。また県域ごとに経営統合を行った場合の財政シミュレーションを実施、宮津市を含む北部七島町の北部県域では経営統合によって年間4億5532万円の費用削減効果があるとの記載がされています。さらに今後の取り組み及びスケジュールでは令和5年度から10年度に、10年にかけて幅広い広域連携の継続拡大、施設共同化に向けた検討を行い、それ以降はさらなる広域化を見据えた検討を行うとしています。広域化に向けた協議を促すものと言わざるを得ません。北部七島町の水道事業を統合し経営を一体化する経営統合について市としてどのような見解を持っておられるのかお伺いします。森口建設部長。議員の質問に対してこれまで一貫して申し上げておりますけれども、本市に限らず給水人口の減少や老朽化施設の更新等水道事業を取り巻く環境は非常に厳しい局面を迎えております。こうした中で安全でおいしい水をいつまでもお届けしていくためには効率的な事業運営は必要不可欠であるということであります。将来にわたって地域の水道を守りきるという共通の目的の下で広域化も含めたあらゆる選択肢について京都府と市町村が一丸となって検討を進めていかなければならないと思っております。小野隆之さん、はい、この水道事業の広域化、経統合をすればですね、この老朽管路、老朽した水道管ですね、これの更新業務も含まれてくるということに、になるというふうに考えますけれども、これについては どういった認識をお持ちでしょうか。お伺いします。森口建設部長。老朽化にかかわらず、さまざまな面でハードルはあろうというふうに思っておりますけれども、この検討は進めていかなければならないというふうに思っております。小野隆之さん。広域連携ということについてはですね、まあ、一定、まあ、必要な部分もあるというふうに思いますけれども、広域化、経営統合。というにつきましては、これはちょっと広域連携とは議論の内容が、質的にもかなり変わってくるというふうに思っております。で、それをですね、この費用削減、効果だけでですね、広域化、経営統合の是非を判断すべきではないというふうに思います。第一義的には、まあ、今部長の答弁にありましたように、市民にとって安心安全でいつまでもおいしい水を使用できることが、その広域化を進めていくかどうかの判断基準にされなければならないというふうに考えますが、その点はいかがでしょうか。お伺いします。森口建設部長。はい、まさしく議員今おっしゃった通りということであります。安全でおいしい水をいつまでも届けていかなければならないということで、効率的な事業運営は必要不可欠というふうに思っております。小野隆之さん、ぜひですね、その立場で対応して いってほしいというふうに思います。2022年8月25日付の新聞赤旗は、香川県は2018年4月、岡山県から受水している直島町を除くすべての市町で水道事業と県の用水供給事業を一元化した全県一つの広域水道事業を開始しました。水道事務所は県内5カ所のブロックセンターに統合され、県知事を企業庁とする水道企業団が運営主体です。県は年間降水量が
全国平均の約6割といわれ、歴史的に水の確保が水の確保に悩まされてきました。1974年、高知県の早明浦ダムを水源に、加川用水を通水開始し、現在では県内の約5割を占めています。しかし、早明浦ダムは1994年、2005年、2008年に貯水率 0% となる異常渇水が発生しており、不安定な水源である上に、要注意断層がある阿山山脈を通っているため、大地震による被災も懸念されています。このため、県内自治体はダムやため池などの自己水源の確保に努めてきた歴史があります。ところが県は2014年、県内自己水源の浄水施設を半分以下に廃止縮小し、加川用水の活用を優先する基本方針を決定、施設を統合し縮小することで、経営基盤の強化を図るとして、全国初の全県一水道の広域化を強行しました。自己水源を廃止すれば、渇水や災害などの緊急事態に水の確保の保障ができなくなり、基盤強化とは言えません。自治体や住民からは、自己水源の廃止は矛盾している、心配との声が続出しています。広域化により、市長議会で、水道問題が議論できなくなりました。県内2カ所で水源地上流に産廃処理施設の問題が起きていますが、住民の水の安全性を危惧する声は広域化のため直接届きません。また広域化を機に拡大が進む浄水場運営業務委託の拡大はすでに 70% を占めており、実質的な民営化が進む中、地域の水源地を知る職員が減り、水道事業の技術継承が困難になっていますと報道しています。このように広域化によってさまざまな問題が起きています。しかも民間委託の拡大、実質的な民営化とセットになっていることは大きな問題だと考えます。もちろん香川県と京都府北部とでは置かれた状況などは異なりますが、広域化を検討していく上での課題等について示唆しているのではないでしょうか。広域化については、市民に安心安全な水をいつまでも安定的に供給していく立場をしっかり堅持して対応されたいということを再度強く要請いたしまして、京都水道グランドデザインの改定に向けた中間案についての質問を終わります。次に、木質バイオマス発電所建設計画について質問します。珠洲地区の日本夜勤工業大山製造所敷地に木質バイオマス発電所を建設する計画が明らかになって3年以上が経過します。建設計画の進捗状況などについてお伺いをします。はじめに、事業者の2020年2月付の説明資料、日本夜勤工業大山製造所内における木質バイオマス発電事業実現可能性検討には、事業者は丸紅火力株式会社、中部電力株式会社、燃料は輸入木質ペレット、輸入品国内間伐材由来の木質チップ、PKS ヤシ柄で、量は年間約22万トン、出力は5万キロワット、電力はヒット制度、固定価格買取制度により関西電力へ売電、発電所の冷却水は野田川から直接取水などと記載されています。現時点でこれらの記載内容について変更の有無を事業者から聞いておられますか。また変更があったことを聞いておられる場合に、どの項目がどのように変更になったのと、どの項目がどのように変更になったと聞いておられるのかお伺いします。長浜産業経済部長。はい、変更内容でございます。今議員が述べられた事業者のうち、中部電力から北陸電力株式会社に変更があったというふうに伺っております。小野孝之さん。今申し上げましたが、燃料は輸入木質ペレット、それから、輸入品、国内間伐材由来の木質チップから PKS ヤシ柄ということですが、燃料全体に占める割合はそれぞれどのぐらいになると聞いておられますか。お伺いします。長浜産業経済部長。
はい、当該企業の事業計画の策定にあたりまして、燃料をはじめ、いろいろな検討が現在なされているというところであり、詳細については伺ってはおりません。小野孝之さん。次に、同説明資料には、本発電所の建設を行うにあたって周辺環境への負荷を最大限少なくした設備設計とすることを目的に、宮津市様より受領した令和元年12月20日付環境影響調査指示書に基づいた環境影響調査を行う予定です。環境影響調査では以下に示す各環境項目、騒音、振動、水質、大気質、粉塵、眺望景観、悪臭の現況について現地調査を約1年間にわたり実施する予定ですと記載されています。令和2年から環境影響調査が実施されていると聞いていますが、事業者から聞かれている進捗状況についてお伺いします。長浜産業経済部長。はい、当該事業につきましては出力規模から、環境影響評価法による、環境アセスメントの対象にはならない事業でございますが、地元説明会等で、環境影響調査の実施について要望があったことから、市からの環境評価調査指示書により8項目の調査を指示し、事業者において調査を実施しているものでございます。コロナの影響で、調査の実施が遅れた項目もありましたが、今週、今秋にすべての現地調査を終えたと伺っております。小野孝之さん。はい、この調査が、すべて終えたということですけれども、その結果がですね、地元住民や市民に公表されることになっていますが、お伺いします。長浜産業経済部長。はい、その調査結果につきましては、事業者からの報告に基づき、公表されることと、することとしております。小野孝之さん。現在、近接施設からの排煙があり、また温排水も排出をされております。木質バイオマス発電所が建設されれば、これらに加え新たに排煙や温排水が排出されることになります。市民生活に責任を持つ市として、バイオマス発電所だけの影響をですね、単体として捉えるのではなくて、近接する施設も含め複合的に市民生活や環境への影響等をしっかり把握することが重要と考えます。これについて強く要請をしておきたいというふうに思います。次に、事業者から聞かれている環境影響調査実施後の運転開始までのスケジュールについてお伺いをします。長浜産業経済部長。はい、ご質問のお答えの前に、先ほどご意見としていただきましたが、当然のことながら、調査については近隣の工場等も含めた現況調査した上で、発電所稼働後の営業予測をされております。ご報告させていただきます。質問の答えでございます。スケジュールについて、現在調査結果をまとめられていると伺っております。その結果を踏まえ、事業計画が策定されることから、現時点においては詳細なスケジュールは伺ってはおりません。小野孝之さん。はい、市としてですね、この進捗 その各それぞれの段階で、地元住民をはじめ市民に情報をしっかり開示してもらうということをですね、事業者の方にしっかり要請していただくことが重要だというふうに考えますが、そういった意向を持っておられますか、お伺いします。長浜産業経済部長。はい、これまで説明会等でもご意見も住民からもいただいております。それらの内容が事業計画に反映されるものというふうに考えておりますし、今後においても、昨年9月議会、質疑の中で副市長が答弁もいたしました。市民の皆様の安心安全にかかるご懸念についてはしっかりと事業者に申し上げていくというのが基本的なスタンスというふうに考えております。小野孝之さん。ぜひですね、そこは情報等が公表開示されるにはですね、事業者の方に要請をしていただきたいというふうに思います。
次に、木質バイオマス発電所建設計画について、市として地元住民をはじめ市民の声をしっかり聞き、市民の立場からその総意意向に基づいて事業者との対応をしていくべきと考えますが、いかがでしょうか。見解をお伺いします。長浜産業経済部長。はい、これについては先ほどお答えをさせていただきました。基本的には今まで、説明会でもご意見をいただいております。それを事業計画に反映されるものというふうに考えておりますし、市民の皆様の安心安全ご懸念についても、事業者に市としても申し上げていくというスタンスでございます。小野孝之さん。次に、木質バイオマス発電は木を燃焼して発生した二酸化炭素と木が吸収する二酸化炭素の総量が同じであるので、全体として見れば大気中の二酸化炭素の量はプラスマイナスゼロとなるというカーボンニュートラルの理論により、二酸化炭素排出の抑制に貢献しているとされています。しかしこれは発生した二酸化炭素を吸収しうるだけの植林や間伐がされることが前提となっている理論ですが、現実的には植林や間伐などの森林管理は極めて限定的にしか実施されていません。さらに燃料の多くを海外からの輸入によって調達しようとすれば、大規模な森林伐採や燃料の長距離輸送により陸上で最も大きい二酸化炭素の吸収源であり、森林吸収源である森林を損なうとともに、大量の二酸化炭素を発生させる事態になり、かえって二酸化炭素排出量は増えることではないか、増えることになるのではないかと懸念します。市は今回の木質バイオマス発電事業によって、二酸化炭素排出量が削減できるとの考えのようですが、二酸化炭素排出量がトータルで見て、どのぐらい削減されると見込んでおられるのか、お伺いします。長浜産業経済部長。はい、ご質問のトータルでの削減量につきましては、先ほど来、申し上げております通り、使用燃料の種類や比率等の計画が現在未定であることから、削減量を採取することはできません。前段で、議員から議員なりの、バイオマス発電にかかる考えをルール述べられましたが、改めてここで、バイオマスエネルギー利用について考えを述べさせていただきます。まず森林を構成する個々の樹木等は、光合成によって大気中の二酸化炭素の吸収、固定を行っております。森林から生産される木質バイオマスの燃料を発電所で燃焼させることで、二酸化炭素が排出はされます。が、この二酸化炭素はもともと大気中から樹木が吸収していた炭素が大気中に戻るだけで、大気中の二酸化炭素濃度に影響を与えるものではないという考えが、カーボンニュートラルとされております。このため、私どもがほとんど、利用しております、化石燃料での電気に代わり、木質バイオマスを利用することによって、二酸化炭素の排出の抑制が可能となり、地球温暖化防止に貢献すると考えられております。これは宮津市環境基本計画においても、再生可能エネルギーによる発電施設の整備増進を、掲げているところでございます。以上です。小野孝之さん。このですね、燃料を調達するために輸入元での大規模な森林伐採が行われております。これによってですね、二酸化炭素の吸収能力がこれは低下するというふうに考えますけれども、この点についてはどのような認識を持っておられますか。お伺いします。長浜産業経済部長。はい、野議員、バイオマス発電が一様に森林伐採ということのみのご意見でございますが、基本的に先ほどの繰り返しになります。現在、私どもが主に使っております化石燃料の代わりに木質バイオマスを利用するということは、先ほど言いました、バイオマスエネルギーカーボンニュートラルの理念によりまして、基本的に今以上に再生可能エネルギーの推進を図ることによってカーボンニュートラルに近づくという考えに変わりはございません。以上でございます。小野孝之さん。カーボンニュートラルに近づくというその答弁が、結局その若干増えるみたいなことを含んだような、そういう答弁やいうふうに、ちょっと捉えたんですけども、そこはまたご議論をしたいというふうに思います。木質バイオマス発電について、ある NPO 法人は、
固定価格買取制度、フィット制度導入時には、地域の間伐材や利用材を上手にバイオマス発電に使えば、林業が活性化し、森林整備にお金が流れ、疲弊した山間地が活性化するという期待があります。しかし現状はそう甘くはありませんでした。地域の間伐材、未利用材の量には限界があります。5000ワットキロ級のバイオマス発電所を稼働させるには年間6万トンの燃料が必要とされていますが、これは一つの県の木材生産量にも匹敵します。つまり中規模以上のバイオマス発電所を稼働させるためには地域の間伐材、未利用材では全く足りないのです。また林地残材は林地からの輸出コストが高く、搬出コストが高く、大量に調達するためには広範囲から収集する必要があるため運搬費がかさみます。このためほとんどの大規模なバイオマス発電所は安定的かつ大量に調達できる輸入バイオマス燃料を前提に計画されているのです。バイオマス発電は地球環境に対して負荷の少ない自然界のエネルギーである再生可能エネルギーの一つとされています。一方で電気を作るために燃料をずっと燃やし続ける必要がありますが、木質ペレットに代用されるようにバイオマス燃料は生物由来です。つまり生態系や生物多様性を破壊することがないように持続可能な利用が重要です。持続可能というからには少なくとも森林減少、劣化を引き起こしたり生物多様性を破壊したり人権侵害や労働問題などを引き起こしたりしてはいけないはずです。日本はバイオマス発電用に年間数百万トンもの木質ペレットを北米やベトナムから輸入しています。今後数年以内に輸入量はさらに数百万トン以上上積みされる予定です。バイオマス燃料の生産段階において森林減少、劣化が生じることも多く、その場合森林や土壌に貯蔵された、森林や土壌に貯蔵されていた炭素が CO2 の形で大気中に排出されてしまいます。つまりバイオマス発電の促進が地表での重要な炭素ストックである森林や土壌を破壊し、むしろ CO2 排出の原因となってしまうのです。破壊された森林が元の状態に回復しないこともありますし、回復したとしても数十年以上かかることが多く、大気中の CO2 が増加した状態となります。森林は森林のまま炭素の貯蔵庫として、また生物多様性保全のためにそのまま維持していくことが重要ですと指摘しています。こうした指摘もあるようにですね、木質バイオマス発電については慎重に対応することが必要だというふうに考えます。で、今回のバイオマス発電所建設計画につきましては、答弁ありましたですけれども、環境影響調査が終了し、その結果をまとめた上で、具体の事業計画は削減されるということになっております。市として、地元住民はじめ、市民の声をしっかり聞き、市民の不安や懸念を解消するとともに、市民生活を守る立場から、この建設計画に対応していただくことを、再度強く要請いたしまして、質問を終わります。